皆さんこんにちは、DK です。今日は、北九州市門司区、汽水域でのガサガサをやっていきたいと思います。この先はずっと干潟になっています。で、こちらの川というか、もうここ海なんだろうけど、まあ、汽水域になっていると思います。向こうにかけてですね、何がいるか楽しみですね。よいしょ。こっから降りる場所がない、降りる場所がないぞ。これは一回戻らんといかんな。あー、潮の香りがしますね。ちょっとビールが飲みたくなります。ガザミを取らないで。この海域ではガザミ（渡りガニ）の稚ガニを放流しています。また卵を抱えた親ガニの再放流も行っていますので、水産資源をすぐ保護するため、この海岸でガザミを取らないでください。北九州市。あの、ガザミってカニのことですよね。カニは取っちゃいけないということです。ガザミを放流しているそうなんですけど、取っちゃいけないみたいですね。まあ、私の今回の目的は汽水域の領域になりますので、この海岸はちょっと関係ないかな。壮大ですね。少し海岸から川を遡って汽水域に入っていきたいと思います。ちょうどですね、ここは川の水が流れ込んできて、海水も混ざっているので、この辺ぐらいから汽水域になるのかな。ちょっと味を調べてみたいと思います。あー、やっぱ若干塩の味がしますね。この辺ぐらいから汽水域になるのかな。上から見た感じでは何も魚影が見えません。岩の下とかもしかしたら何かいるかもしれませんけどね。ただこう底の方を見ると穴が開いてます。やっぱカニがいるんかな。流木とかゴミがめちゃくちゃ多いですね。もうちょっと上流の方に行きたいと思います。私よくですね、こういう川とかになんかサンゴが群生している夢を見るんですよね。南国への憧れですかね。あ、この辺がちょっと川の中に陸地が多いので、この辺でガサガサしていきたいと思います。あ、ここ降りる場所があった、よかった。よし、では早速。見た感じ魚影がないので、岩の間とかをこう探すのがメインになりそうですね。わ、埋まる。わ、結構埋まる。わ、すげえ埋まる。やべ、これは、え、まあ、やばい、結構埋まりますね。やばめ。よし、ちょっと適当にこの辺の岩を。よいしょ。あ、ちっちゃいカニが取れた。あ、横エビも取れた。ちっちゃいカニだ。あ、なんかなんだこれは、石かな。あ、どこ見失った。めっちゃ小さいカニが取れました。あと横エビです。横エビです。元気がいいですね、横エビ。あ、コンクリートブロック発見。怪しいですね。よいしょ。そりゃ、あ、取れた、取れた。なんかどんこかな、これ吉野ぼりかな、これ
カニも2匹取れた。はい、どんこかヨシノボリかと思ったんですけど、どうもこれは沼秩父です。沼秩父取れました。あとカニが2匹。ガザミはないよね、まさか。怪しい流木発見。流木というかでかい木ですね。よし、よいしょ、いけ。あ、取れた。なんか2匹取れた。これも沼秩父か。いや、ちょっと待てよ。でっかいのはこれハゼかな。こっち向かないかな。ちっこいのはあれ沼秩父ですね。岩がたくさんありますね。さあ今度はこの辺行ってみようかな。よいしょ、すいや。あ、来た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 、沼秩父だ。はい、沼秩父2匹ゲットしました。可愛いっすね、沼秩父。飼育したいな。よし、ここのこの岩を100円チャーシュー取れた。これはハゼかな。はい、取れました。ハゼかな。やっぱハゼだな、これ。手元に図鑑がないのでちょっとわかりませんけど、誰かわかる人がいたらコメントによろしくお願いします。よし、よいしょ。よいしょ。あ、取れた。取れました。沼秩父です。今日ほとんど沼秩父しか取れてないですけどね。よいしょ。いけいけいけ。あ、ラスト取れました。ラストも沼秩父。ハゼかな、これ。ハゼっぽいですね。はい、今日の釣果です。沼秩父とハゼ系らしき魚がたくさん取れました。あー、沼秩父かわいいっすね。飼育したいんですけど、ちょっと今汽水域の飼育環境についてまだ私は知識不足なので、このまま放流したいと思います。観察だけです。こっち見て、見てないか。